待ってたぜ。この先にやり合うのにうってつけの場所がある。ついてきな。まあ、魔物って何なんだ。え、さあシーフわかる。さて、人間が生まれるより昔から地上で暮らしてる偉大な先輩ですかね。この世界の大先輩様か。そいつはすげえ。ブレッド大将軍やムニエル様はそんなのと喧嘩しようってんだな。一方的に因縁をつけられてわしらは大迷惑じゃ。皆殺しにしてやるぜって感じじゃねえんだな。俺たちを何だと思ってんだ。そんなの人間だけでやってろ。やっぱ魔物ってのはブレッド大将軍が言ってるような極悪な奴らだとは思えねえな。そうだよ、魔物は全然悪くなんかない。その通りだ。これほど純粋な者たちは他にいない。ふざけんな。悪魔は極悪以上の悪だっての。ややこしくなるからベルゼは黙ってて。クロア将軍、私たち協力できない？あなたももう気づいてるでしょ、どちらが正しいのか。そいつはどうだろうな。正しさなんて騙し絵みたいなもんだ。見方と考えようで違った顔に見えてくる。じゃああなたにはまだブレッドが正しく見えているの？あんた王女さんなんだってな。世が世なら俺はあんたの部下だったわけだ。でも残念ながら今の俺のボスはブレッド大将軍でね。あの人にはどうしようもない暮らしをしてた俺たちを軍に引っ張り上げてもらった恩がある。だからブレッドが何をしても黙ってついていくと。俺にとっては正しさより義理の方が大事でね。でももうやめとけ。こいつは覚悟を決めてんだ。やっぱ違うよな。着いたぜ。さあ始めようか。おい、おっさんたちは手を出すなよ。分かった。さあ魔物君、第二ラウンドと行こうじゃないか。ほっと、だったらひとたまりもないよ。引かれないように注意して。
しいと思うか。妹、そいつは失礼した。負けだ。ほらよ。本当にいいのか。敵にアクアニウムを渡したとあっては。まあ、クビだろうな。これからどうするの？特攻隊参謀と召使いってとこか。誰が召使いじゃ。どうも、姫を守る騎士が足りないみてえだな。手を貸してくれるの？借りたいのはこちらでね。お手をよろしいか。正式な作法とはいかねえが、これで俺はあんたのき、かあ、キザっちいやつじゃ。どうして、さっきはブレットに恩があるって。義理を大事にするとも言ったろ。あんたとベルゼブブにはスターニア遺跡で助けられた。じゃあ、一緒に来てくれるの？いや、あんたたちに同行するより、こいつを持ってる。俺とあんただけの通信だ。その時が来たら必ずこちらから連絡する。分かった。じゃあな、姫さんをよろしく頼んだぜ。頼もしい仲間が増えたな。あんなのが役に立つのかね。こちらラオだ。ランゴだ。急ぎキャンプへ戻ってくれぬか。何があった？詳しくは戻ってから話すが、ブレッドたちが。了解した。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだ。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。いいね。
やあ。いいね。
見えるのだ。ついにジャム国王が自らの過ちをお認めになった。そして王位をムニエル様に禅譲したいとおっしゃったのだ。これがその証である。似合うかな。王家に代々伝わる首飾りらしいね。そんな大事なものを託されてはジャム国王の願いを聞き入れざるを得ない。私はフォレストランドの王となり、正式にムニエル様は国民のために重責を担う。我々はムニエル様を正式な王として迎えるべく、フォレストランド王宮広場にて、そっ、まずいことになった。首飾りをあのような形で利用されてしまうとは。無理やり奪っておいて、お父様から譲られたな。こちらからも発信しなければ言ったもの勝ちになるぞ。おっさんみたいに電波塔から話せばいい。報道局へ連絡すれば国民に声を届けることはできるのか。いや、この10年でメディアは完全に軍に掌握されてしまった。即位式に乗り込んでカメラの前で直接訴えよう。力ずくでの訴えが果たして国民に届くかどうか。私が生きてることを発表したら聞いてくれるんじゃない。悪魔の子の言うことを聞いてくれるとは思えねえが。と、すまねえ王女。大変だ。どうしたジャブ。即位式で処刑されるって。ジャブン、いい加減なこと言ってんじゃねえぞ。マジなんですって。あちこちの町で噂が出、しかしな、いくらブレッドで憶測を話しても意味はなかろう。フォレストランド軍に潜入している砲塔の帰りを、それまではまだ何も分かっていない。知らせを待つ間、いいかお前たち、ムニエルが正式な国王となれば、そしてブレッドの悲願でもあるブレッドたちのやり方に不満を持つ者たちもそうなれば、アンの前では言えないが、首飾りを奪う、ジャム国王が王位を譲る意思をでっち、処刑が本当かは分か、国王を生かしておく必要がなくなった。私が首飾りを奪われたせいで、どうしよう。ベルゼ、ご苦労だったな。宝刀して処刑の、はい、召喚クラスの者たちが即位式の前に公開処刑を行う。ランゴ、分かっておる。我々レジスタンスはジャム国王を助けに行く。ああ、水を差すようですまないが、助け出すための作戦はあるのか。少人数の我らにできるのはいつだって陽動。今回は王族だけが知る抜け道から王宮広場に潜入。陽動は国王を人質に取られた状態で、ジャム国王の身柄を確保してから逃げ道を作るための陽動を。冗談じゃない。こんなもの罠に決まってる。分かっている。そ、止めようとは思わずさ。待って。いいよアン、行きたくない。でもベルゼブブ殿の言う通りだ。わしは留守番でいいですかね。いいわけないだろ。ですよね。と、我らは10年もの間その集大成を見せつけ、ブレッドたちの鼻を明かしてやろう。では現地にて作戦を。
人から離れると険しい場所が多いな。兵士も多そうですぞ。周りに注意して進もう。すまん、遅れた。皆、陽動作戦のために、ラオ殿たちにも陽動。構わないが、ジャム国を。それが違う。団子一人で。何、老いた狐は捕まらぬ。確かに反乱軍時代の乱子殿。へえ、おっさんが捕まえられないなんてやるじゃん、じいさん。でもさ、王宮広場にはブレッドとムニエルが。逃げ足だけじゃ王様は助けられないと思うぞ。王子と殴り合える人間に。姉ちゃんが負けたってのは信じたわけじゃないけど、そういうことだ。だからさ、ベルゼ、ムニエルってのが本当に強いか戦ってみたいか。ベルゼ、目的は。お、分かってるって。ついでにお前の親父も。たついで決まりだな。潜入の役目は譲って。あの橋の下に王宮広場へ通じる秘密の通路。おい、海の向こうまで行ったら何があるんだ。分からんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障して海の木図だ。さすがにそこまでは私も修理しに行けないしね。海はやめとこう。10年前も私はここを通ったのかな。全然覚えてないけど、今度はお父様を助けるために戻ってこられた。待ってて、お父様。なんだよ。しっ、即位式までまだ時間がありそうだ。そろそろ始まるようだな。あ、あれは処刑台か。今日はフォレストランドにとってかつてない、そして同時に悲しみの日でもある。お父様。お前らはここで待ってろ。いくら王子でもそれは無。ゾロゾロ言っても目立つだけじゃん。いいから任せ。こっそり近づいてアンの親父を連れて逃げりゃいいんだろ。気をつけろ、警備の兵士に見つ。分かってる。ジャム国王は良き王であった。しかしどれだけ清い水もひとしずくの泥水で濁ってしまうものだ。ジャム国王は悪魔にそそのかされ罪を犯した。その過ちは王といえども身をもって償わねばならない。よって即位式に先立ち。させるかよ。魔物だ。照準。おっさん、走れるか。
逃げる。撃てへぇ話が違うじゃないか。撃たないってや。どういうことだ。メルゼ、その人はお父様じゃない。やはり罠だったんだ。そういうことかよ。ついでだ、一発ぶん殴ってやる。この魔物め。エンドミル基地の決着をつけようぜ。汚らわしい魔物の相手など。いい、どうなっとるんじゃこれは。予想以上に大きな罠が仕掛けられていたらしい。これみんなフォッ。レジスタンスの陽動はどうなっとる。陽動？こいつらのことか。すまねえ。ちょっとだけピンチかもな。なんの脱出だ。一匹たりとも逃がっ。ほい。おい、王子、今だ。処刑されたくなければ私の前にひざまずけ。言うこと聞いたらそいつら逃がしてくれんのか。そうだね、考えてあげてもいい。なんだこいつの心が読めねえ。さあどうした悪魔、ひざまずいて許しを請え。なんだ。だらしないぞベルゼブブ。お前をひざまずかせるのはあいつら。ベルゼ、おい、おい、絶対に逃がすんじゃない。やっ、まだまだ行くぞ。ですぞ。はい。
軽い。ヘアスタイルが乱れるんだよな、これ。やっ、はっ、まだ軽いからじゃん。うりゃっ、戦える。うりゃっ、まだ戦えるぞ。じゃん、頼むぞ、王子。軽い軽い、まだ戦える。ヘアスタイルが乱れるんだよな、これ。行け！はい！まだ。はっ！ほれ、わしからのプレゼントじゃ。行け！まだ。行け！ほい、せや！じゃん！うりゃっ！どりゃっ！うりゃっ！やっ！行け！じゃん！はっ！うりゃっ！じゃん！やっ！せや！うりゃっ！まだ。わしからのプレゼントじゃ。戦えるぞ。はっ、軽い軽い。スタイルが乱れるんだよな、これ。大丈夫か？うりゃっ！はっ！まだ戦えるぞ。おお、来た来た。手間をかけたな。でも、どうして？抜けるフォレストランド軍の艦長は常にけたもとを分かったように見せかけて遊撃隊として別行動をしてもらった。反乱軍時代に国王軍も何度か煮え湯を飲ます。芝将軍には通じんかったがの、今回も薄。そうかもしれないとは思っていた。王子もじゃない。まあな、やり方は想像。無茶しすぎなんじゃ。ムッハッハッハ。全然。お父様は偽物で、私たちただ逃げただけで何の意味もなかった。そいつはどうじゃろう。え？
ほれ。これ。命より大切なものなんじゃろう。おじいちゃん。やめんか、苦しい。こいつは大主君だぞ。王位禅譲の正当性を証明できなくなれば、即位式が中止さ。やるじゃん、シーフ。まったく。シーフ殿の言う通りだ。ジャム国王をお救いしなければ何も解決したこと。ウド、トリケキャンプに連絡して。そう思って連絡してるんだ。通信機の故障。了解。気になるな。助かる。俺たちはフォレストランドの。やった。俺ココナッツミルク飲みたい。ええ。なおさん、ニカで戦うコツとかあるのか？コツというほどのものではないが、敵がどう動くか想像してみるといい。心を読むのか？そんな大層なものだ。敵の動きから次の動きを予想するのだ。難しそうだけど、今度試してみるかな。脇道の方がいろいろ落ちていますな。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。から離れると険しい場所が多いな。兵士も多そうですぞ。周りに注意して進もう。ホバーで海の向こうまで行ったら何があるんだ？分からんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障して海の藻くずだ。さすがにそこまでは私も修理しに行けないしね。
海はやめとこ。こうも上り下りが激しいとさすがに疲れるな。まったくじゃ、そろそろ休憩しても。何言ってんだ、まだ全然早いって。王子は元気すぎますぞ。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の陰に、気をつける場所だらけだな。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。脇道の方がいろいろ落ちていますな。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだろう。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。首都から離れると険しい場所が多いな。兵士も多そうですぞ。周りに注意して進もう。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだろう。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。で海の向こうまで行ったら何があるんだ。分からんが、ホバーで海は渡れないぞ。途中で故障して海の木図だ。
すがにそこまでは私も修理しに行けないしね。あ、海はやめとこ。こうも上り下りが激しいとさすがに疲れるな。まったくじゃ、そろそろ休憩しても。何言ってんだ、まだ全然早いって。王子は元気すぎますぞ。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだろう。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。遠くまで来たよな。ああ、魔物の里を立った時には全く想像していなかった。まったくじゃ、まさか隣の国まで来るとは。いろいろ見れて楽しいからいいじゃん。みんな、ありがとうね。草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の陰に、気をつける場所だらけだな。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。それにしてもさ、かなり遠くまで来たよな。ああ、魔物の里を立った時には全く想像していなかった。まったくじゃ、まさか隣の国まで来るとは。いろいろ見れて楽しいからいいじゃん。みんな、ありがとうね。から離れると険しい場所が多いな。兵士も多そうですぞ。周りに注意して進もう。
フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだろう。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。フォレストランドの軍は屈強な奴らじゃな。よほどの朝練を積んでいるのだろう。国王軍は一部を除いてぬるま湯にどっぷりだったからな。それにしてもさ、かなり遠くまで来たよな。ああ、魔物の里を立った時には全く想像していなかった。まったくじゃ、まさか隣の国まで来ると。いろいろ見れて楽しいからいいじゃん。みんな、ありがとうね。首都から離れると険しい場所が多いな。兵士も多そうですぞ。周りに注意して進もう。人間はみんなメカ使ってんのかな。そういうわけではないだろう。メカはかなり高価なものだ。うん、軍か裕福な人の持ち物だね。普通の人にはとても買えないよ。脇道の方がいろいろ落ちていますな。あまり人が通らないからだろう。拾うものが少ないんだ。人が通らない場所に落ちてるってのが不思議だけどな。空から降ってきたんですかね。フォレストランドの人間はみんなメカ使ってんのかな。そういうわけではないだろう。メカはかなり高価なものだ。うん、軍か裕福な人の持ち物だね。普通の人にはとても買えないよ。
草むらにも敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですな。木の上に草の影に、気をつける場所だらけだな。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。フォレストランドの兵士は手強いな。常に戦闘を想定して訓練を積んでいるからだ。実戦が身近にあるかないかがサンドランドとの大きな違いだ。整備された道といえど木々が飛び出し視界を遮ってしまうこともある。運転するなら慎重を期すことだ。崖に突っ込むなんてごめんだからね。まっすぐかっ飛ばすならサンドランドの方がいいな。うりゃっ！
敵が潜んでいるかもしれん。ジャングルに入るなら要注意ですが、木の上に草の影、気をつける場所だらけだな。私からしたらサンドランドも危険だらけだったけどね。